キングストンはイギリス海軍の駆逐艦、京急。1937年10月6日寄港。1939年1月9日浸水。1939年9月14日収益。1940年5月、キングストンは駆逐艦カルトゥーム、カンダハー、キンバリーと共に航海に配備されることになり、5月24日に、 アレクサンドリアを離れて5月28日にアデンに着いた。キングストン、カンダハー、カルトゥームとスループショアハムは6月21日にイタリア潜水艦エヴァンジェリスタ・トリチェリを攻撃し損傷させる。この4隻は6月23日に再びエヴァンジェリスタ・トリチェリを攻撃し撃沈した。6月26日、キングストンはイタリア潜水艦ペルラを攻撃。ペルラは 後日座礁しているのが発見された。1940年9月6日に潜水艦にギリシャの貨物船アトラスが撃沈されると、キングストンはその生存者を救助した。10月20、21日夜、BN7 戦団がイタリアの駆逐艦に攻撃され、イタリア駆逐艦を追撃したキンバリーが砲台からの砲撃で損傷した。キンバリーは最初系寿命艦。 リアンダーに栄光され、途中からキングストンがそれを引き継いでポートスーダニへ向かった。12月4日、キングストンは反乱が起きた東大の鎮圧を行った。キングストンは1941年1月3日に修理のためボンベイへ向かい、1月27日に修理から戻った。2月3日、 キングストンなどが護衛していた BN14 戦団がイタリア駆逐艦の攻撃を受けたが発射された魚雷はすべて外れた。3月、ベルベラ脱海作戦に参加。マッサーの陥落直前の4月2日にイタリアの駆逐艦がマッサーワから出撃したが空襲により沈没艦を出し残りの駆逐艦パンテラとティグレもアラビア半島沿岸で自沈した。キングストンはその場に行き、 パンテラを沈めた。航海からイタリア海軍の脅威がなくなったことにより、キングストン、キンバリー、カンダハーは地中海艦隊へ移ることになり、キングストンは4月17日にアレクサンドリアへ到着した。1942年3月、キングストンはアレクサンドリアからマルタへメガアット10戦団を送る MG1 作戦に参加した。戦は3月20日に出港し、 戦団攻撃を試みたイタリア艦隊との間で3月22日に第二次シルテワン海戦が発生。この海戦でキングストンは15インチ砲弾の直撃を受けて損傷した。キングストンはマルタへ送られて3月23日に到着し、ドックに入った。修理中のキングストンは爆撃を受けて4月5日には直撃弾一発を複数の資金弾を 4月9日にも直撃弾一発を受けた。ただ、4月9日のものは不発であった。4月11日にキングストンは再び直撃弾を受けて損傷し、全損とされた。ありがとうございます。